大谷翔平、敵地のスポーツ店で異例の待遇。ドジャース、大谷翔平投手は敵地でも大きな人気を誇っている。日本時間6日からのカブス3連戦でリグレーフィールドで初めてプレー。大歓声とブーイング、拍手が入り混じった。歓迎を受けた。異例の待遇は球場目の前のスポーツ店でも。カブスグッズの中に大谷グッズが点在。カブスの中に大谷がいると話題になっている。本拠地の前のスポーツ店スポーツワールドには大量のカブスグッズが集められていた。ベリンジャー、ホーナー、モレルら主力の隣に唯一置かれていたのが背番号17のドジャースユニフォームだった。大谷ワールドのように見えた。カウンター奥の壁には大谷のユニフォームが飾られ、その脇にはファンのために大谷のユニフォームラックが設置された。子供用コーナーにも大谷グッズの選択肢があった。敵地のスポーツショップの異例対応は SNS でも話題に。翔平くんの人気を物語るとファンも注目していた。翔平ちゃん関連グッズって世界で売れる。サッカー選手とかの人気選手にはかなわないけど、メジャーのスーパースターの中の一人なので。日本人が買うからでしょ。敵球団からブーイングされるのはスターの宿命みたいなんかな。敵ファンは打たないでって思ってるけど、大谷のホームランは見てみたいって思ってるだろうね。リグレーフィールドに初見参の大谷選手の熱気で、シカゴの気温が少し上がり暖かくなったかな。どこの球場に行ってもグッズ売り場は笑いが止まらないね。さすがスーパースターです。大谷選手がいつもと変わらず野球をやっているように見えるだけでホッとする。すごい精神力の持ち主だ。全くブレない。